丸亀製麺尼崎キューズモール店。これが今回食べるメニュー。このメニューはうどん界では超王道メニューであるが、俺は丸亀製麺では食べたことがなかった。だが今回俺は食欲がなかったので注文してみた。きつねうどん並み540円。いただきます。このメニューは何といってもこのきつね揚げがでかいのが特徴である。すごい迫力だ。うどんはいつもながらコシがあって実にうまい。もちもち食感がたまらん。無料のネギをたっぷりトッピングしたが、このメニューにはよく合う。ネギのシャキシャキ食感がいい感じ。無料の天かすも出汁に浸って最高にうまい。出汁は安定のうまさである。そしてきつね揚げはでかいだけじゃなくジューシーで実にうまい。このメニュー幅広い年齢層に人気というのが納得のうまさだ。だから俺は後悔した。なんで今までこのメニューを丸亀製麺で注文しなかったんだろうと後悔した。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。